い、皆さんどうもこんにちは、広島カクレーターです。今日ですね、まあ、行きつけの酒屋さんに行ってね、ウイスキーを買いに行きたいと思いますが、今日ですね、うちのかみさんを女性代表にしてね、シングルモルトウイスキーを、ね、1本購入してもらおうと思っています。では行ってきます。いかがだったでしょうか。こちらの酒屋さんは山形県でも一二を争う品揃えの酒屋さんで、量り売りをね行っていたんですが、最近なんとね有料試飲も行ってくれていました。ウイスキーの有料試飲をしてくれる酒屋さんは山形県ではこちらがね初めてなんじゃないかと思います。量り売りはね有料試飲などもしていますので、ウイスキー初心者の方にもかなり優しい酒屋さんとなっています。まあ、概要欄にねお店の情報など記載していますので、量り売りや有料試飲など興味のある方はねお店に行ってね試してみてください。まあ、今回はですね初めて私たちもね有料試飲をさせていただきました。まあ、実際飲んだのはうちのかみさんなんですが、3杯の有料試飲をねさせていただきました。まあ、そのね3杯の中からうちのかみさんの好きな味わいのウイスキーを今回はね探すことができて、それをね購入することができました。そんなねうちのかみさんが行きつけの田舎の酒屋さんで有料試飲をして購入したウイスキーがこちら、じゃん、アベラワカスクアヌーバッチナンバー1。こちらはですねシングルモルトスコッチウイスキーとなっています。中身のボトルはですね、まあ、このようなボトルとなっています。まずはね情報から。アベラワ蒸留所はスコットランドスペイスサイド地方に1826年に設立されました。アベラワの特徴はスコットランド産の大麦だけを使用して、樽の栓も通常木栓のところをコルク栓にしているところです。そして一番の特徴はシェリー樽とバーボン樽の2種類の樽を使って熟成するダブルカスクマチュレーションが特徴です。生産量の 50% はシングルモルトとしてリリースされますが、残りの原酒はシーバスリーガルのキーモルトとして使われています。ということでですね、まあ、スペイサイド地方の銘柄であるアベラワ蒸留所のシングルモルトウイスキーをうちのかみさんをね今回選びました。まあ、アベラワ蒸留所の主なラインナップはアベラワ12年、16年、18年のダブルカスクマチュアードやアベラワアブーナなどが有名ですが、今回ねうちのかみさんが選んできたこちらのねアベラワカスクアヌーというのは少しね珍しい最近リリースされた銘柄となっています。まあ、アベラワ蒸留所の特徴は先ほども申した通り、スコットランド産の大麦のみを使ったり、熟成だれの栓に通常は木製の栓を使用するところをコルク栓で栓をしていたり、こだわりが、ね、あるところです。まあ、ちなみにね熟成だれの栓をコルク栓にしている理由は、コルク栓にすることで不純物が早く蒸発するからだと言われています。そしてアベラワ蒸留所最大の特徴がダブルカスクマチュレーションと呼ばれている製法です。
ダブルカスクマチュレーションとは、2つの熟成樽で熟成させる製法で、油輪を熟成させるときに使用する樽は、南スペインでワイン樽として使われていたシェリー樽と、アメリカ産バーボン樽の2種類です。それぞれの樽で熟成のピークを迎えるまで寝かせた原酒をバランスよくブレンドして仕上げています。アベラワのスタンダードラインナップのアベラワ12年、16年、18年ダブルカスクマチュアードは、まさにその2つの樽で熟成された原酒が使用されています。まあ、ただ、今回のね、うちのかみさんが選んだこちらのアベラワカスクアヌーは、アベラワ蒸留所の特徴であるダブルカスクマチュレーション製法ではなく、スペイン産のオロスシェリーダルのみの原酒をブレンドした銘柄となっています。しかもスモールバッチでブレンドされているため、かなりのね自信作になっているのではないかと思います。ちなみにスモールバッチとは、主に選び抜かれた少数の樽から瓶詰めされたウイスキーを指しており、通常ねウイスキーっていうのは複数の熟成年数の違う樽を複数樽使用してブレンドされており、そのブレンドにより同じ味わいのものをよりね多く作れるようにしています。しかしこのカスクアヌーのようなスモールバッチは、選び抜かれた少量の樽の原酒のみを使用しているため、味わいのごまかしが効きづらく、蒸留所の持つまさに選ばれた樽の原酒のみが使用されているとも言われています。しかも数もねあまりリリースできないため、同じ銘柄でもバッチによってはね味わいが大きく変わることもあるのがこのスモールバッチの特徴ですね。今回購入したこちらのねアベラワカスクアヌのバッチナンバーは、このようにですね、なんとバッチナンバー1番となっており、アベラワカスクアヌの一番最初のバッチのボトリングです。まあ、このねバッチナンバー1っていうのをね入手できるっていうのは嬉しいですね。まあ、このね味わいが多分原点となっていき、今後ねどのように変化していくかっていうのも面白いですよね。そんなアベラワ蒸留所の少し珍しい銘柄アベラワカスクアヌをですね、先ほどの酒屋さんで有料試飲で飲ませていただき、この味わいにね感動したかみさんが購入させていただきました。私はねその時は運転手で飲んでいないので、今回はね初飲みとなります。まあ、こちらですね、先ほどの行きつけの酒屋さんで有料試飲をして購入させていただきました。価格は5280円、容量は 700ml、 アルコール度数は48度となっています。ではね、アベラワカスクアヌ早速ね飲んでみたいと思います。こちらのねカスクアヌ、まあ、このようにね最近アベラワは結構多いのがこのねローっていうんですか、ローで線がこうされてるんですよね。これどうやって取るのかね、いまいち私実は分かってないんですよ。後ろにこっちがあるんですが、こいつをね確か引っ張って、あれ？ん？これね、ちょっとごめんなさい、カッターで切っちゃいますね。なんか失敗したみたいです。まあ、このようにですね、ちょっとこの溝がねあるんですが、そこにねカッターの刃をねちょっとこれぐらい出して。コルクにね、カッターの刃が当たらないように、このローの部分だけを、このように綺麗にちょっと取っていきます。大きくいくかね。あ、これ違うんだけど、はい、なんかね、うまくいったっぽいです。はい、このようにですね、綺麗に取れましたね。これいいね。線はね、コルク線となっています。色味はですね、このように結構ね、濃いめの琥珀色ですね。はい、ではね、早速、香りから。おー、香りはですね、かなりね、こう甘さを感じるシェリーの香り。そしてね、かなり濃厚なドライフルーツのようなね、熟成香が結構強めにありますね。すごくね、いい香りです。では、ね、早速いただきたいと思います。おー、これは美味しいですね。飲み口はね、かなり濃厚で、甘みがね、結構強いですね。まあ、レーズンというよりはこう、プラムのドライフルーツ感が結構あって、まあ、程よい酸味と程よいビター感、まあ、そしてね圧倒的な甘みが特徴的ですね。これね近年のシェリーカスクのウイスキーの中でかなりね
私は好きな味わいのシェリーカスクウイスキーですね。美味しいです。いやしかしね、やっと山形県でもこういうね有料試飲をしてくれる酒屋さんが現れましたね。これはね本当に嬉しいことです。まあ、思えばね2015年頃だったと思うんですが、東京駅の八重洲口のリカーズ長谷川さんあるじゃないですか。そちらで初めて私ね有料試飲というものを体験させていただいたんですが、それにねかなりの感動を覚えまして、これをね山形県でぜひやってくれる酒屋さんないかなとずっと思っていたんですが、ようやくあれからもう5年以上経ってますけども、ようやくね山形県でもこうやってねウイスキーの有料試飲をやってくれる酒屋さんがねできました。本当にねありがとうございます。こちらの酒屋さんの有料試飲のシステムなんですが、まあ、全てのウイスキーを有料試飲させてくれるわけではなく、まあ、ボトルの型に有料試飲の札のあるものが試飲できます。まあ、試飲量は 10ml、 価格は安いものでは100円から試飲ができます。まあ、ただねいくら有料試飲といっても飲み屋ではありませんので、飲みすぎてね酔っ払ってお店やね他のお客さんにご迷惑をかけることだけは絶対にねやめてほしいです。まあ、自分の適正な酒量をわきまえて味の分かるうちに買い物をしてね帰りましょう。それがね紳士淑女のウイスキーラバーとしてのねマナーなんじゃないかなと私はね思っています。まあ、というかねあまりにやっぱりね迷惑なお客さんが現れて有料シーンをねこちらの酒屋さんがやめてしまうっていうことがね本当にねウイスキーが好きな方たちには困ることだと思いますので、ぜひねマナーを守った有料シーンをねお願いしたいなと思っています。そしてねこちらの酒屋さんは駅からもそれなりの距離がありますので、多分ねもし有料シーンをする方がいたとしても車でね来店する方多いんじゃないかなと思います。まあ、車で来店される方絶対にね飲酒運転だけはやめてください。これがねお店には一番ねこう冗談にならない迷惑がかかりますので、飲酒運転だけはね本当にやめてほしいです。まあ、有料試飲をしに車でお越しの際はね、まあ、必ずアルコールを飲まない運転手さんをね付き添いの上来店してください。まあ、本当にねこの有料試飲っていうのは飲んだことがない銘柄を、まあ、どんな味わいかどうかって試してね買うかどうかの判断材料になりますので、もうねウイスキーラバーにとってはねかなり嬉しいシステムです。まあ、うちのかみさんもね今回3種類の中から迷って1本買うことができたんですが、このシステムがなければねこのアベラワカスクアヌーもね買うことがなかったんじゃないかなと思います。まあ、それだけね有料試飲っていうのは有益なサービスだと思いますので、ぜひねこの有料試飲というシステムを皆さんでね守っていきましょう。近くにお住まいの方はこちらの酒屋さんに行って有料試飲試してみてください。ここですね、スコットランド蒸留所完全制覇への道企画。スコットランド蒸留所完全制覇への道企画とは、スコットランド蒸留所にある全てのモルト蒸留所のシングルモルトウイスキーをボトルで手に入れて飲んで紹介する、そんな企画を行っています。今回ご紹介したアベラワーカスクアヌーはスペイスサイド地方にあるアベラワー蒸留所のシングルモルトウイスキーですので、こちらにね積み入れをしていきたいと思います。このようにですねアベラワー蒸留所の隣に積み入れが押されました。これでですね残り38カ所の蒸留所のウイスキーを手に入れて飲んで紹介すれば完全制覇達成という企画です。まあ、まだまだねちょっと先は長いんですが、ゆっくりと完全制覇目指して頑張っていきたいと思います。ということですね、今日のひろしの隠れ家は山形県初の有料試飲ができる田舎の酒屋で女性が選ぶシングルモルトウイスキーアベラワーアヌー、こちらをねご紹介させていただきました。ではまた次回。